日本神奈川県川崎市宮前区。宮前平宮前平は、神奈川県川崎市宮前区の町名。現行行政地名は、宮前平1丁目から宮前平3丁目で、2016年11月末時点では、住居表示が施行されていない。郵便番号は216-0006。面積は0.597平方キロメートル。 宮前区の中部に位置し、八神川を谷底とした丘陵地に位置する。一帯は多摩田園都市の一部として住宅地となっているほか、宮前区役所などの行政機関も集中して立地している。また、宮前平駅の周辺などに商業施設も見られる。宮前平の北端から東端にかけては、宮崎と南端では知って黒川道路を境界として、 マギヌやオダイと生端では土橋と接する。これらの町域はすべて宮前区であり、宮前平は区、堺や市堺には接していない。面積は以下の通りである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、宮前平2丁目15番28の地点で35万6千円平方メートルとなっている。当地には、 江戸時代以前は、八神川の谷沿いに出田があるような土地であった。明治以降、土地改良もなされたが、戦時中は高台が校舎法の基地として軍に接収された。戦後は、多摩田園都市としての開発が行われ、さらに、宮前区が発足すると、当地に区役所をはじめとする施設が作られていった。駅内に設置された宮前大来駅に由来する。駅名自体は、 川崎市との合併前に当地に存在した宮前村の文字に国鉄の同盟駅との区別のために平らをつけたとされる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急電園都市線宮前平駅、東急バスと川崎市交通局により、宮前平駅から、 溝口駅、生田駅、新城駅など各方面へバスが運行され一部は宮前区役所にも向かっている。宮前警察署宮前文化センター。ありがとうございます。